こんにちは、エカです。今日はなんとホームページを自分で作りましたので、そちらをどうやって流れで勉強して実際にどういう風に作っていったのかっていうのをお伝えしていこうと思います。で、実際前はワードプレスを使っていたので、その違いなどもお伝えできればなと思います。やっぱりこうアーティストの方だったりとか、そして個人事業主や会社を経営されている方は、やっぱり今 SNS の時代ですけど、ホームページが1個あると、そこに自分の今までの活動とか、そして今の作品の閲覧とか、こう流れないでずっとそこに留まってくれるので、自分のことを紹介しやすいし、やっぱりそういうホームページがしっかりあると信頼感も得られるのかなと思って、今でも大事なツールだと思うので、自分でこう簡単にもし作れるんだったら作ってみたいって方多いと思うので、もう初心者から自分でこんな感じで作れたので、その方法を皆さんにお伝えしていきたいと思います。ではまず最初にどうやって作っていったかっていうことなんですけど、まずこれを2冊使ってやりました。これが何個かこう作っていくみたいな構成の本なんですね。ホームページだったりとか、こうリンク集を作っていくって構成なので、これに従って作っていくんですけど、 HTML と CSS って何かっていうと、 HTML はどういう文章を載せたいとか、こういう画像を載せたいとか、骨組みを作っていくもので、 CSS はその骨組みをどうやって色付けたりとか、どんなデザインにしていこうかなっていう色付けをしていくものなんですけど、それがね、こう入れ違いについてくるので、こっちが HTML でこっちが CSS っていう感じで、すぐこう辞書を引きやすいようにね、こんなインデックスをつけながら勉強しました。で、一通り2日ぐらいかけて課題をやりきりまして、その後に実際にどんなデザインにするかっていうのを決めなきゃなと思いましたので、こんな感じでたくさん考えたんですけど、最終的にはこれだね、こんな感じにしていこうっていう風に決めて、これを決めるときに、私もネットでどうやってみんなやってんのかなって調べたんですけど、プロの人とかもいろんなものを見て決めてるみたいなので、私もこうピンタレストっていうのだとか、あとはこう参考ウェブサイトとかやると、こう参考になりそうなウェブサイトをまとめてくれているサイトもあるので、そういうので、あ、こういうイメージだな、これが近いなっていうのを探していきました。その中でいろいろ寄りすぐって、ここはこういうのが使えるなとか、あ、ここはこうしようみたいな感じで、いろいろ手書きでこんな感じで作っていって、私は今回フォトショップで下書きを作っちゃったんですけど、やっぱ使い慣れてて、パパッとでいいなと思ったんで作っちゃったんですけど、本来は Adobe にも XD っていうものがあったり、下書きをすることでその寸法に合わせてこう HTML とか CSS を打てば、そのまま実際できるっていうすごい優れたものがありますし、無料で使えるのもあるので、ただ私はパソコンがすごく性能がちょっと追いつかなくて、すぐ固まっちゃうので、フォトショップ持ってるのでパパパって作ったっていう感じになります。なので皆さんはそちらを使うのをおすすめします。で、フォトショップで私が作った下書きっていうのはこんな感じです。で、1個目作ったのがこのモバイル版、こういう色味、これはすごい下書きの下書きなんでちょっと適当なんですけど、で、2つ目のこのウェブサイト版っていうのを作ったんですけど、これが一番なんかしっくりくるな、この色味がくるなっていうことで最後までやりました。で、ほとんどこれの形をこっちに持ってくれるはきっとできるなみたいなのがあったんで、あんまここ時間かけても意味ないなと思ったので、もう作り始めました。で、作り始める前にもう一度この本に戻ってきて、で、ここに書いてるのがいろいろこう分散されてたので、自分の中で HTML と CSS をまとめました。HTML と CSS っていうのは、どこの教材も同じようなことが多分書かれていて、 HTML っていうのは文章の構造が書かれているんですね。で、なんかこう書かれたもの、その文章とか意味、これはただの文章ですとか、これは題名ですとかをつけたりとか、で、その文章まとまりがヘッダーとフッターとボディみたいな、全体がメインっていう感じなんで、セクションとかありますし、他も細かいところがあるんですけど、枠をつけていけばいいってことです。
そしてコーディングするときはそこの箇所を示さなきゃいけないので、そこのセクションにこうクラスとか ID とかつけて、そこに名前をつけて、そこのセクションだけにこういう風に色をつけてくださいっていう風に指定すると勝手にやってくれるっていうね、もうマジすごい簡単そのまとめたのがこちらになりまして、これ、まあ、初心者の方は絶対使いやすいのを全部まとめたと思って、この中に探せば絶対に使いやすいと思いますので、これはサイトの方に載せておくので、まあ、もしよかったら使ってみてください。これを整理した上で自分のサイトを、まあ、最終的に決めたのやつをどうやったら実現できるかなっていうことで、まず HTML をやりまして、そして CSS に向かったっていう流れになります。でさっき言った XD とか使ってないので寸法がちょっと変わらなかったので、そこを調整しながら作っていったっていう感じです。大きな流れとしてモバイル版を先に作るか PC 版を先に作るかっていうのがあるんですけど、今は結構モバイル版をね先に使う人が多かったり、意外とモバイル版を作ってからの方がそんなにあの PC 版の直すところ少ないっていう時もあるみたいなので、いろんなね考えがあるみたいなんですけど、一応私はモバイル版を先に作ってから、これがねこっから PC 版だよっていう表記なんですけど、この表記の後に PC 版を作っていったっていう形になります。そしてできたのがこちら、頑張った。でこちらの HTML と CSS も全部ブログの方に載せておくので、全然このまま載せたらこのままには載せます面白くないと思うんですけど、まあ、こんな感じになるよっていうところでお知らせしたいと思います。でこの後あのホームページをウェブにね載せるっていう作業があるんですけど、まずはレンタルサーバーを借りる、そしてドメインを買うっていう作業があります。私はレンタルサーバーは X サーバー、そしてドメインがお名前 .com というのを買っています。もともとねレンタルサーバーはワードプレス使ってたので持ってたので、そこに一つ追加したっていう感じになります。新しいサイトができました。これから、まあ、ブログも今回も初めて書きましたし、やっていこうと思います。最後にこう私はワードプレスをもともと使っていて、でなんかワードプレスっていろんなテーマがあるし、プラグインを使うといろんな拡張機能があるんですけど、ここはこういうデザインしたいなって、まあ、なんかあると思うんですよ。なので HTML っていうのは、まあ、なんかすごいね自分の思い通りにできるので、もうめっちゃ楽しいめっちゃ楽しいって思いました。確かにあんまうまいコーディングできないと SEO といって、こうその Google がねこのサイト記事はこういうとこ書いてるなとかやってくれるのがうまくいかないとかって、こう検索結果に出てきづらいみたいなことがあるかもしれないんですけど、なので本気でブログで1になりたいみたいなのは方はワードプレスの方がいいと思うんですけど、私みたいにこう作品をこう載せる場所みたいな方が強くて、ブログはまたあの別に考えてるっていう形だったら、こういう風に HTML を使ってしっかりと自分のデザイン、このデザイン自体もやっぱり自分のこう作品の一部になると思うので、しっかりと作れたらめっちゃいいのかなって思いました。でも私はめっちゃ楽しかったんで、皆さんもぜひやってみてほしいって思います。プレスは更新しなきゃいけないんですよ。いろんなプラグインがあって拡張性があるんですけど、ワードプレス自体のバージョンも更新しなきゃいけないし、もちろん HTML っていうものも更新していく必要があるんですけど、なんか何がどこに作用していてどうなってるのかが、もうなんかプラグインを入れまくるとわけが分かんなくて、もう私ちょっとダメかもって思ってちょっと HTML を作ってみました。そうするともうなんか隅から隅まで自分が何をしていてどこにつながっているのかっていうのがもう分かっているし、今回ちゃんとそれぞれが何をしているのかっていうのを全部題名をつけてるんですね。後から見て、まあ、ここはこれをしたかったんだとかすぐ分かるようになってるので、修正とかもまだしやすいのかな、まあ、やったことないんでね分かんない、チャレンジやってみてすっごい楽しかったので、皆さんもねぜひやってみてほしいなって思います。恐れないでできる
で次はさっきもちょこっと出てたと思うんですけど、会員制のページを作ろうと思って、そこで応援してくれる人に向けたこうブログとか、あとはこうファンミーティングっていう言い方があれなんですけど、応援してくれる人とこうテレビ電話定期的にできるとか、あと ECC サイトも実装できるような PHP っていうものを使っていろいろ作っていこうと思ってます。これはねこれからなのでどこら辺までご紹介できるか分かんないんですけど、頑張っていこうと思うので、ぜひちょっとまず私のホームページに訪れてみて、バグがあったらぜひこのコメント欄で教えてください。でも、まあ、ここはね本当初心者もねできますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye.